こんにちは、粟田洋介です。今日はバランスのいい絵を描くための練習方法を紹介します。バランスのいい絵を描くためには絵の構成を考えなければなりません。構成っていうのはポジショニングですね。今日は絵を描きながら練習していこうと思います。私はこの作品を過去に2回ぐらい動画で紹介したことがあるんですが、これはピート・モンドリアンの赤、青、黄のコンポジション。1930年の作品ですね。コンポジションというのは構成という意味です。すごい有名な絵なので、見たことある方もいらっしゃると思います。まあ大きな赤がドバーンってあって、で、小さい青ともっと小さい黄色があって、すごくシンプルなんですが、構成がものすごくかっこいいですね。で、今私が着ている T シャツも実はこの絵をインスピレーションに2年前に描いた絵です。このピート・モンドリアンは他にもたくさんこういう抽象画を描いていて、この赤、青、黄のコンポジションをもっと複雑にしたようなやつとか、もう一つ有名な作品がこのブロードウェイ・ブギウギという1942年から43年に描かれた作品です。なんか題名からしてニューヨークのブロードウェイ、そしてその頃の音楽が聞こえてきそうな、私にはなんか街とかストリートのなんか華やかさが感じられるんですけど、皆さんはどう思いますか？それはさておき、今日はこの赤、青、黄のコンポジションのようにこういうマス目を描いてもいいし、四角をいくつか描いてもいいし、シンプルでもいいし、もっとたくさん四角とかマス目を描いてもいいし、色も少ない色を使ってもいいし、たくさんの色を使ってもいいので、構成を考えながら色をつけていきます。今日は2枚の絵を描こうと思って2枚のキャンバスを貼ったんですが、もう1枚のキャンバスには1枚目の四角とかマスとかを使って、そういうものに色をつけて出来上がった、まあ自分で描いたそのコンポジションの絵ですね。そのコンポジション構成をそのまま活かして、もう1枚のキャンバスに同じもしくは同じような構成で違う絵を描いてみます。一枚目の絵は構成を考え抜いて完成しているので、物の位置のバランスがとてもいい作品になっているはずです。なので二枚目はその一枚目のとてもいいバランス、その構成をそのままにして、まあその同じ色を使ってもいいですし、違う色を使ってもいいんですけど、違う絵を描いていきます。そうすると構成がとてもいい作品になるということです。もし今日1回だけの練習で足りなければ、この構成の練習で描く絵を何度も何度もやってもいいと思います。構成を考えながら描くっていう意識が高まってると思うので、絵のバランスを取りながら描いていくっていうことがどんどん上達していくんじゃないかと思います。まあ前置きはこのぐらいにして、実際に四角とかマス目の絵を描いていこうと思います。バックグラウンドをいきなり二次元色で塗っていこうと思うんですが、正確な二次元色を作るっていうのはとても難しいしめんどくさいので、まあ大雑把に紫、オレンジ、緑って感じで塗っていこうと思います。ではね、バックグラウンドはこの紫を使います。いい、綺麗な色だ。2枚、いっぺんに塗っちゃいます。かわいいなぁ。この周りにも塗っていきます。2枚のキャンバスを同じ色に塗りました。で、ちょっと乾くまで待とうと思うんですが、乾いたらこの2枚のうち1枚に四角い線を描いていこうと思います。あの時代のモンドリアンの絵っていうのは正方形のものが多かったようです。正方形で描くのもかっこいいけど、まあだからといって正方形である必要はなくて、今日私はキャンバスを使っていますが、まあキャンバスじゃなくても紙でもいいし、絵の具でもいいし、まあ絵の具じゃなくても何だっていいと思います。横にしようかな。白にちょっとだけ黄色を入れて、この色で線を引いていきます。線を引くときもバランスを考えています。なんか斜めの線とかになってますが、まあこれも好きなように描いたらいいんじゃないかと思います。こんなもんでいいかな。とりあえず線を引いたんですが、結構複雑に引いてしまいました。
これは別にもっと単純でもいいし、もっと複雑でもいいし、まあ大切なのは次にここに色を入れていくんですが、色を入れていくところの位置とその色の面積ですね。その面積の比率、そして色とのバランスですね。それを考えながら色を入れていきます。そこら辺の答えを決めるのは感覚なんですけど、その色を足していくときに、もしその絵のバランスが悪いときは違和感が出てきます。バランスが良ければ良いほどその違和感がありません。なんとなくその入れていくうちにバランスがいいなっていうのが感じられることもあるし、おかしいなと思ったら違和感があります。その自分の感覚を大事にしながらバランスを考えて入れていきます。ただその感覚っていうのがわからない場合は、例えばモンドリアンの作品とかを見て参考にするととてもいいと思います。ピート・モンドリアンで検索するとたくさんのコンポジションのシリーズが出てくると思うので、いろんなパターンのバランスっていうのが学べると思います。ただ今はバランスの練習なので、自分の感覚を養うつもりで色を入れていきましょう。グリーンを入れていきましょう。これに直接混ぜちゃおう。この色の濃さっていうのがあって、色の濃さもなんかいい感じですね。何も考えずにここに塗ってしまいました。ここはちょっと濃い色を入れよう。この色を入れよう。ここ綺麗に塗れなかったら、またもう一回この白っぽい線で重ね塗りすればいいので、あんまり意識しなくてもいいと思います。ちょっとこれで終わらせるつもりはないんですが、なんかこれだけでもなんか面白いバランスになったと思います。オレンジを一箇所足そうと思うんですけど、それだけでちょっと終わらせるのは嫌だなぁと思うので、オレンジプラスこの紫系の色を所々に足していこうと思います。こういう風に描いていくと、あのモンドリアンのあのシンプルな作品がどれだけすごいかということがわかります。誰にでも描けそうだと思う人もいると思うんですが、大胆に3色だけ使って、しかも赤、青、黄色が1箇所ずつ、それで大胆にバーンとあんな感じでバランスがうまく取れているんだから素晴らしいですよね。ただ私はモンドリアンではありません。なので私らしいコンポジションで続きを描いていこうと思います。ここに入れたいなと思ったんですが、最終的にここにしました。結構難しかったです。それでなんか一色足りないような気がするんですよね。なんかここに赤を入れたくてしょうがないんですけど、こういう風に縦にするとなんか落ち着くような気がします。というわけでこれで完成ということにします。ちょっとね、この周りの白っぽい線をもう一回重ね塗りしていこうと思います。したらこの線を塗ったんですけど、なんかこういうのを綺麗に塗るのは性格的にめんどくさいです。ちょっと線をなぞって、この白っぽい線がくっきりしました。で、次はもう一枚のキャンバスに、こっちのキャンバスと似たような構成でなんか絵を描いていきます。そうすると、この考えた構成でなんか絵を描いたらバランスのいい絵が出来上がるというわけです。
なんか似たようなコンポジションになっていますが、ちょっと色のバランスとかこっちとは少し変えていこうと思います。このまんまの色合いでこっちに違う絵を描くっていうのもすごく難しいチャレンジなんですけど、構成をうまくする練習なので、あんまりそういうことにとらわれないでちょっと緩くやっていこうと思います。違うな。なんかこの線の色も変えて、そしてここに入れたかった赤をここに入れてしまいました。このオレンジはどうなるのかなっていうところなんですけど、まあこっちの面影を残しながらシンプルに色々足していこうと思います。結構書き進んできました。そしたら今度はここにモチーフを足して具象的な絵にしていこうと思います。2日経ってしまいましたが、この続きを書いていこうと思います。ちょっとこの辺になんか足そうと思ったんですけど、これで完成っていうことにします。ちょっとサインをしようと思いますが、今度はこっちですね。こっちと比べてこんな感じになりました。描いてるところを見るとこっちとこっち違くしてるっていうのがわかると思うんですが、こういう風に見るとこっちの方になんかモチーフを足したようにしか見えませんね。そしてこっちの方はもう完成って言ったんですが、コンポジションの練習としては完成なんですが、なんか私の作品としてはなんか未完成な感じがするので、ここにちょっと一手間加えて完成させていこうと思います。
この先シンプルなものを足して仕上げていこうと思うんですが、何色を使おうかなってちょっと迷ってて、2時間ほど距離を置いたらこの色にしようっていう色が見えてきました。この絵もこの絵もシンプルなんですけど、結構時間かけて描いています。ちょっとかなり時間がかかりましたが、やっと完成しました。最初に作ったこの構成ですね、それを崩さないように描いていったので、ちょっと難しかったです。でもいつもと違う方法で描いてみるっていうのも刺激になっていいことだと思います。こっちの絵はエジプトの神様みたいなのを描いてみたんですが、なんか人間みたいになってしまいました。でもこれはこれで自分で気に入ってるんですが、こういう絵を描くと結構このモチーフだけを見てる方も多いような気がするんですけど、私はこの全体を考えて描いています。まあこのモチーフ描くのそこそこ時間かかったんですけど、それ以上にこのコンポジションみたいのを描くことにかなり重点を置いてることがわかると思います。こっちの絵もそうですね。だから何ってわけじゃないんですけど、こういう風に絵を描いてみると、モチーフなしで表現する抽象画っていうのはすごいなぁと思います。そんなわけで、構成のバランス、コンポジションっていうのが絵を描くときにとても重要になってきます。それから絵を見るときも、構成っていうのを考えながら鑑賞するとより深く絵画を見ることを楽しめるんじゃないかと思います。この構成っていうのがあることを知ると、さっきのモンドリアンの作品とか、まあ他の抽象画とか多くの作品が楽しめるんじゃないかと思います。そんなわけで、今日は構成を考えて色をつけていく練習をして、そしてその構成をもとに作品を仕上げていきました。この動画が良かったと思った方はいいねやチャンネル登録、それから動画の感想などをコメントいただけると嬉しいです。ちょっと長い動画になりましたが、最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。